皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。どうも、春ですね。めっちゃ今花粉きついですけど、この春のシーズンって星空撮影は成形写真的には結構暑いシーズンなんですよね。深夜過ぎ朝方になると東の空は南東の方角から、夏の天の川、まあこの時期は春の天の川なんて呼ばれますけど、それが昇ってくる時期なので、風景と星空が横構図で共存しやすくなるっていうんですかね、こうザ天の川ザ成形写真な構図が撮りやすい時期になります。でこの時期なんですけども、とっても撮影後期ではあるんですが、なんか撮影行ってせっかく晴れて遠出したのに空の透明度今日なんか良くないなみたいな時ありません？あるんですよ。で今日はですね、まあ対策じゃないんですけども、透明度の悪い空を回避する方法というか、自分が心がけてる気をつけてることをご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。横たわる天の川が撮りやすいシーズンっていうのが2月から5月梅雨入り前ぐらいまでっていう感じですね。でその中でですね、最初に言った花粉だとか、あとは中国大陸の方から飛んでくる黄砂ですね、PM2.5 的なやつですよ。そういうものがこう空気中に漂ってると空の透明度っていうのは悪くなります。あと湿度の高い日ってのも透明度悪くなりますね。まあこれは夏に起きがちなんですけども、例えば昨日とかね、月がすごい明るかった、満月に近い月だったんですけども、空を見ると月の周りにね、こうなんていうか一個光合できるんだよね、ボワーンと。あれ花粉なんだよね。まあ花粉は地域によってまちまちですし、東北とか北海道にお住まいの方はあまりその影響はないと思うんですけども、関東から西にお住まいの方っていうのは多分その影響をもろ受けてんのかなっていう感じしますね。私も花粉症なんですけど、ほんとこの時期はね体がきつい。はい、まあ、ちょっと鼻声ですいませんね。で今ですねパソコン画面を表示しておりますが、これがですねウィンディというサイトになります。このサイト以前に私がその天気予報サイトおすすめみたいなやつの中でも紹介してたやつで、成形写真を撮影している方もこのサイトを利用していることが多いと思うんですけども、このサイトでですねその PM2.5 的なやつを読むっていうことができます。ですね、この右側ですね、右側にいろいろな項目がこう選べるようになってます。で、皆さんはこの雲っていうところを一番使うんじゃないかなと思いますね。これはですねもう見方はこの黄色いところが晴れてて白いところが曇ってるっていう感じですよ。で朝方登ってくる天の川なので、だいたい2時とか3時ぐらいの天気を見て、こういった、この時間帯ここが晴れるなみたいなことを言うわけですよね。で行ったけど透明度が悪くて映りが悪いというような時ですね。それを読む時にはですねこの右側に待機室っていうのがあります。でもしここにない方はこのその他のレイヤーというところをクリックするといろいろ出てきます。でこの中にですね下の方にね PM2.5 ってあるんですよ。はい、これを選択してみてください。そうするとこういう画面になります。青いところはその PM2.5 的なものが少ないところで、黄色とかオレンジになってくると濃いところっていうことですね。要は自分が天体写真を撮る人っていうのは、自分が撮影する場所の真上ですよね。もう地点そのものがあんまりこのオレンジ色だとちょっとなんていうんですかね、映りが悪くなる、眠たい空になる。で成形写真を撮ることはこのレンズを向ける先、東南東の方角の方角にこういうオレンジとか黄色いのがあるとちょっと映り悪いんじゃねえのここっていう感じで予測ができるってことですね。でねまあこうやって見ていただければわかるんですけど、まあ、これ東北とか北海道の方はそういった影響は非常に少ないんですが、関東とかね西の方とかは結構やっぱりすごくて、で私が住んでる関東でも静岡この伊豆千葉あたりだとその影響が少なくなるっていう感じはあります。ちょっと別の日を見てみましょう。今別の日を表示しましたが、この日になると長野の方が結構いいですね。
長野近辺の空っていうのが非常に、PM2.5 的なものが少なくなって、九州の方も少なくなってくるというような感じですね。こういうのを予測してちょっと撮影地決めたりするっていうことがあります。ただこれですね、検証が難しいんですよ。要は違う場所で PM2.5 的なものが多い予報のところと少ないところの日時点で自分が観測するっていうのはまずできないことなんですよね。なのであくまで私の体験でのお話になりますが、この図を頼りにですね、青いエリア、その黄色の少ないエリアっていうところに撮影に出かけて、星景写真を撮影した時に星空の写りが眠かったっていうことは今のところ経験上ないです。花粉的なものも含まれてるのかな、まあ、風向きによってこういうのって飛んでくるでしょうから、そういった意味では、まあ、近いものなんじゃないかなと思っています。まあ、そうは言ってもそんな遠くまで行けないよという方もいらっしゃると思います。そういう方にはですね、対策というかもうスタックするしかないのかなというふうに思ってます。スタックっていうのは細かく、同じ構図で撮影していったものを1枚に平均化するという撮影方法、処理方法ですね。このチャンネルでも紹介した Windows の無料のフリーソフトセクエーターだとか、あと Mac の方はスターリーランドスケープスタッカーだっけ、とかね、まあ、そういうもので地上風景と星空を別々にこうやって平均化してくれるっていう、そういうソフトがあるので、それを使えばちょっと眠たい空でも加算平均して画像処理をしやすいデータにすることができるっていうことですね。あくまでそのスタックするのもですね、平均化してノイズを減らすことが目的であって、スタックするとシャープになるわけじゃないんですよ。むしろちょっと甘くなるんですよね。ただそこから画像処理をかけれるようになるので、まあ、アンシャープマスクだったりとか明瞭度を上げたりとかっていうことをしてって、とっても眠たい写りの星空をちょっとシャープに仕上げるっていうことは多分可能になると思うんですよ。まあ、そういった対策をするのがいいのかなと。ただまあスタックした画像って本当にスタックした画像になっちゃうって、なんか言い方おかしいですけど、やっぱりワンシャッター1枚撮りのものとは違ってくるんですよね。だからこれは私の求めてる描写じゃないなっていうふうに思ったら、このウィンディの PM2.5 を頼りにして PM2.5 の少ない地域に撮影に出かけると、透明度の良い空に巡り合えるんじゃないかなと思いますので、ご活用いただければなという感じですね。はい、というわけで今日は短いですけども、星景写真 Tips ということで、皆さんに透明度の良い天の川を撮影する、星空を撮影するための、下調べというかね、その方法をご紹介しました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。